おはようございます。今日はうなぎ食べていますので、もう日本にいるのです。あなたの皆さん、こんにちは。アナチャンネルです。夏休みを日本で過ごしてきました。普段のアメリカ生活ではなかなか食べないようなものを日本では食べてきたので、今回はアナちゃんの食レポ動画をお送りしたいと思います。どうぞ。美味しいの？好きなんだ、うなぎ。骨があるから気をつけてねってお姉さん言ってたよ。骨ある？おばあちゃんが入ったもん。うなぎの骨使ってたら大泣きしたもん。骨ある？あるかな？してる子をね、お魚食べて誰か骨が歯に詰まっちゃったんだ。歯に詰まったのは大丈夫だ。あの骨が刺さったんじゃなくてね。で、痛いって。歯に刺さっちゃったんだけど、ここにプチプチって。アナちゃん、日本美味しいものたくさんあっていいね。ドーナツ食べたかったのにスープ？アナちゃん、日本でもサンドレス好き。でもサンドレスはこれじゃなくて、これじゃなくて、ね、普通ぐらい。で、日本はこれ、超好きじゃん。で、アルゼンチンはこれ。うん、まあまあか。じゃあ日本が一番好きなんじゃん。なんで？美味しいから。だってさ、全部ここのご飯とかすごく美味しいんだけど。本当？うん、美味しいの、このご飯。どっか、まあ確かにアメリカのドーナツよりはマミーの日本のドーナツの方が好き。このご飯好きなんだ。恥ずかしいな。恥ずかしいな。これ大してご飯じゃないじゃん。これなんかスナックじゃん。スナックじゃん。さっきピザ食べようって言ったのに、やだって言った人がどうしたの？違う。だからペペロニはいるの。食べたいでしょ。今行く？今食べたいんだけど、でもピザ食べに行く？今だけど、でも今食べたくない。あ、そうか。まあいいや、今日スープ飲みな。今作ってるから待っててください。おかわりするんでしょ、だって。そんなに美味しかったの？今待っててって。そうだね、ラーメン伸びちゃう、ね、これで390円ですね。めっちゃ安い。390円ってことは2ドルぐらい。3ドルだね、130円。3ドルか、ぴったり3ドルだ。で、チップなし。税込み？税込み。税込みチップなし、3ドル。税込み。あ、安っ。送ってくれて嬉しいね。どこだと？いくら好きなの？ね、かっこいいけど、あの赤い玉どこ飛んでちゃったんだよね。箸難しいね。あ、上手上手。上手上手。上手。静かに。ほら、皆さん。バカラマノ。静かにやらない。Se baja la mano derechita。No, lo estoy tratando primero el pequeñito. Bueno, sí, pero se te cayó.上手でもお箸上手になったわな。すす、うん、長くない？上手上手。そこはね、日本人じゃないからすすれないんですよ。そうなんだ、うん、あ、でも上手になってる。すすることはできない。ちょちょっていかないんだ。吸える、赤ちゃん。知ってる吸える知ってる。おお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 お上からかけたらいいんじゃない？クリームの上から。おいしそう。おいしそう。全部かけて。
て。わあ、おいしそう。いいね。はい、ありがとう。はい、ありがとう。食べましょう。食べたい？いいよ。うん、いいよ。わお。あなたソフトクリーム。あれと一緒じゃん。一緒よ。そうだよ。それ。メロンサダピンピンしなかった大丈夫？どな。はい、姫様です。いらっしゃいませ。はい、パパ。顔がやばいぞ。あなちゃんちょにす。好きなの？いいちゃんちのアイスクリーム美味しいんだ。だカップ also 可愛いね。うん。So cute.Very 70s. Sí. No. ¿Por qué? Ahora es para papá este. ¿Por qué? Porque vos dijiste que no querías. No. Porque era un poquito de helado y te dejamos. ¿Qué? Compartir. Compartir. Mucho, papá. Cuidado, hola. Chocolate, toca.マッチマッチマッチ、美味しいの？ケーキとコーヒー。あなちゃんアイスクリームじゃん、頼んだの。アイスクリーム食べる。僕もシンプルに。あなちゃんコーヒーダメよ。ダメよ、あなちゃん。アイスクリーム。パパがいいよ。ダメだよ。パパも来たかったの。パパ来たかったの昨日。パパ来たかったの。でも時間なくて来れなかったじゃん昨日の昼。うわパパ、ahora estamos que ayer que vos querías ir. ¿Te acuerdas que ayer vos dijiste que vos querés ir acá? Pero yo fui acá. Ahora.あずねできないね。またゴマ入れなきゃ。ほらな、入れろ。ゴマ入れて。どう？どっちが勝ったらいい？下です。こいつが悪者なんだ。全然ダメだ。アナ負けちゃったよ。ダメだ。あと5枚。アナ行け。ほら、打ち込め。あ、さっきのやつや。あ、嬉しい。こういう皿もいけんのかな。さっき入れてる。あ。さっきもこうだった。あー、卵焼き入れたよね。味噌汁が一番美味しい。味噌汁が一番美味しい。ねえ、当たることあんの？だって当たってるの。いけた？遅いね、遅いわ。おやった、さっきと違うこれ。そう。さっきこいつがサプリンしてたの。いける。おい、あらちゃん。
やったー、やったー、あ、出てきたー、なんだ、ここ見とって、出てきたよ、なんだろう、キティちゃんかな、あ、違うかな、キティちゃんじゃないか、キティちゃん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 、やったお前どんだけ開かないんだよ、これ車で30枚、30枚でやってた、キキララや、キキララ、キキララちゃんか、あ、ポチャッポ、違うか、キキララか、何バッチ、キキララ、あ、アナちゃんのバックパックにつけれるじゃん、なんでさ、あのバッ、あのさ、あの、ま、あの前入れのが出ない、前入れのが入ってるの、入ってる、どっちが出るかはガチャガチャだからわかんない、もっと食べないと。あと30歳。おじいちゃん頑張れ。あのちゃん、日本でいろんなもの食べたけど、何が一番美味しかった？寿司ロー。寿司ロー？寿司ローか。くら寿司じゃなくて寿司ローね。今回の動画寿司ロー入れてないわ。くら寿司しか入れなかった。まあ、いっか。寿司ロー確かに美味しいよね。また日本に行ったら。行こうね、スシロー。マミも大好き。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。